ですね、東京に住んでおりまして、そこで会社勤めをしておりました。休みなく毎日仕事仕事の毎日の日々を過ごしておりました。はい、私は、緑のふるさと協力隊という事業で、NPO 法人の地球緑化センターがやっている事業に応募しまして、そちらで、1年間、こういう南会津町の伊那というところで生活する事業に参加しまして、それがきっかけでこの伊那地域にやってきました。ですね、1年間の、事業ということで、住民の方と一緒に生活をさせていただいたり、あと、農作業ということで農家の方に、トマトだとか花だとかそういった形の、お手伝いをさせていただいて仕事をさせていただいたんですけれども、地域住民の方がすごく皆さん、すごくよくしていただいて、ご飯などもいろいろとごちそうになったりとか野菜を持ってきてくれたりとか、そういった地域の方々 に世話になったっていう印象が強かったです。ここの地域に入った時にやはり山が多くて、山がもう目の前にある近くて、すごく自然豊かなところだなという感想を持っておりまして、実際生活してみると、空気はきれいだし水はおいしいしといったそういった今までの生活とは全然違った印象を受けました。きっかけはですね、特別大きなものはなかったかと思うんですが、ただこの、この地域が人だったり、あとこの地域自体がなんかすごく面白い興味深いところだなというふうに感じまして、もう少し1年2年何年か分かりませんけれども、もう少しこの町にこの地域に住んでみたいなという気分になりまして、移住というか継続した形になりました。都会とこの地域での生活っていうのは本当に全然違うのかもしれませんけれども、都会でも忙しい生活をしておりましたが、この地域でも実際のんびりっていうより、忙しい生活をしているのは確かでありまして、なかなかのんびり田舎暮らしみたいな形はできないとは思いますが、でも時間の流れだとか、あとは自然豊富なところだとか、そういったところではやっぱり健康的で、やっぱり人間らしいって言っていいのか分かりませんけど、そういった生活がここの地域にはあるんではないかなとは思います。